はじめまして、ライトクリニック新メディカル統括院長のドクターフッキーです。僕が監修している新メディカルでは、全身麻酔で寝ている間に医療脱毛を提供しているのですが、全身麻酔と聞くとリスクが高い、危険なイメージを持たれている方も多いかと思います。今回、麻酔科集中治療医として、もともと国立循環器病研究センターで何万人以上も全身麻酔をかけている僕が、全身麻酔とは何か、そのリスクについて詳しく話していくので、最後までご覧ください。 YouTube 頑張っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。もともと僕のことはダイエット専門医として知っている方も多いかと思いますが、僕自身もともとのキャリアとして、国立循環器病研究センター、日本一の循環器病センターで麻酔科医集中治療医として長年従事してきました。そこで麻酔の知識やったり、栄養、ホルモンなど全身管理をする上で必要なことを全てそこで学びました。その後独立して、ライトクリニック新メディカルを立ち上げています。全身麻酔って聞くとすごい危険やと思っている人も多いかと思うんですけど、僕自身数万人以上を全身麻酔をしています。その中でリスクの高い患者さんに対しても全身麻酔をかけています。その中で全身に負担がかかるようなことやったり、死亡事故、重大な合併症などは一度も起こしていません。そんな麻酔科専門医の資格を持つ僕が、しっかり管理して全身麻酔を行うと、安全に麻酔を受けることができます。僕が監修している新メディカルでは、なんと全身麻酔で医療脱毛を受けることが可能です。僕自身エステ脱毛には長いこと通っていました。しかし痛くないけど効果は実感できませんでした。その後医療脱毛も実際に受けに行ったんですけど、僕自身痛みにも非常に弱くて、効果は感じていましたけど実際続けることが難しかったです。そして痛みによって出力も非常に抑えられた状態で脱毛をしていたので、なかなか毛が薄くなったり脱毛効果を感じれませんでした。そんな中、新メディカルを立ち上げた経緯として、医療脱毛の中非常に効果が高いと言われているジェントルマックスプロプラス、この医療脱毛の機械を使っています。この機械の注意点として、非常に脱毛効果は高いんですけど、やはり痛みが伴います。僕と同じように痛みに弱い人って非常に多いと思います。そんな方でも効率的に、安全に、快適に医療脱毛を受けていただきたくて、この全身麻酔で医療脱毛を行うクリニックを立ち上げました。全身麻酔で医療脱毛を行うメリットとしたら、やはり痛くない、寝ている間に全て終わっている、安全な範囲で最大限の高出力、これが非常にメリットです。痛みに弱い僕は出力を適正にすると痛いので、やはり脱毛が進まないです。そんな中、他のクリニックでは出力を下げて脱毛を行います。やはりヒゲやったり VIO って非常に痛いです。出力を下げて行うと脱毛も効果が弱まるので、期間やったり回数が非常に長くなります。そんな中、全身麻酔ですることは非常にコスパとタイムパフォーマンスがいいです。皆さん、全身麻酔とは何か理解しておりますでしょうか。全身麻酔は麻酔薬を使って深い眠りについていただいて、麻酔科医である僕が呼吸やったり全身を管理することを全身麻酔と言います。全身麻酔のリスクですが、やっぱり一番有名なのはマイケル・ジャクソンの死亡事故です。プロポフォールっていうお薬、全身麻酔に使うお薬なんですけど、それを深くしていったらやはり呼吸が止まります。そのため僕が麻酔科医として呼吸をサポートすることによって、安全に麻酔をすることができます。マイケル・ジャクソンはプロポフォールっていう薬を強く使いすぎたために呼吸が止まって亡くなってしまったと言われています。ただこのリスクとしたら、やはり呼吸が止まることがあるので、全身麻酔をする上では僕の存在が不可欠で、当院では麻酔器やったり声帯モニター、胃液ポンプ、全身麻酔をする上で必要な設備を全て整えています。なおかつ当院では大きな病院の手術室のように、実際に大きな手術の麻酔に耐えれるぐらいの設備をしっかりと整えて、安全面には徹底的にこだわっています。全身麻酔をする上で、プロポフォールっていう薬を使う上で、麻酔科の管理の下で行わないと非常に危険です。よくある例としたら、美容クリニックの美容外科医が麻酔薬を使って事故に遭ったり、歯科領域でプロポフォールを使うことによって合併症やったり事故とかが起きやすいです。なので、しっかりと使うためには麻酔科の専門医である麻酔科をしっかりと配置しているクリニックで、プロポホールなどの麻酔薬を使うことによって非常に安全に全身麻酔をすることが可能です。
全身麻酔を受ける事前準備についてですが、やはり胃の内容物、例えば食べ物が入ってる状態で全身麻酔をすると誤嚥のリスクがあります。したがって固形物などは5時間程度開けていただきたいです。水分に関してはお茶や水、水分に関しては2時間前までとしてください。また水分に関しても水やお茶、スポーツドリンクなどに限っています。炭酸水やジュースなどは5時間前までとしてください。また服装については、ヒールなどの靴は転倒のリスクがあるため避けていただきたいです。また施術後は車やバイクの運転を避けていただきたいです。したがって来院は公共の交通機関やったりタクシーを絶対にご利用ください。よく聞かれることなんですが、全身麻酔をしている時に目を覚ましてしまうんではないかっていう風に聞かれます。それに関しては絶対にないです。僕自身は麻酔のかかり方やったり覚醒っていうものに非常に注意をしていて、いろいろな体の情報を取って絶対に麻酔が覚めないようにしています。よく美容整形やったり美容整形中に麻酔から起きてしまったっていう声も聞くのですが、それはしっかりと麻酔科を配置していないため、そういうことが起こります。麻酔科医がしっかりと管理して行えば目を覚ますことはないのでご安心ください。全身麻酔をする上で麻酔の副作用として施術後に吐き気を訴えられる方がいます。当院に関しては麻酔の種類をしっかりと使い分けて吐き気が起きない麻酔方法を選択しています。なので実際の手術の後の吐き気やったりとか気分不良は手術の影響で体に負担がかかって吐き気やったり気分不良、寒気とかが起きている可能性が非常に高いので、当院の脱毛の全身麻酔に関してはそれらのリスクは非常に少ないと考えています。したがって麻酔をかけていただいた人の感想として、すごくよく眠れたりとか熟眠感、非常にスッキリしたなどの声を多数いただいていて、施術後に気分不良を訴える方はほとんどいないです。新メディカルでは痛みに弱い方にも脱毛を受けていただけるように、麻酔科の専門医である僕が最大限安全に配慮して全身麻酔により脱毛を行っています。点滴が取るのが苦手な方、麻酔がかかってから寝て点滴を取ることも可能です。全身麻酔までは必要ないという方に関しても、麻酔クリームやったりとか麻酔科である僕が局所の麻酔やったり小気、静脈麻酔、全身麻酔、痛みに徹底的にこだわった脱毛のクリニックなので、全身麻酔までは必要ないよっていう方に関してもぜひ新メディカルにお問い合わせください。新メディカルと検索すると男性の男性美容と出ますが、もちろん女性の方でも全身麻酔で脱毛可能です。麻酔科専門医が痛みのない脱毛について徹底的にこだわった新メディカル、ぜひお問い合わせください。今後もダイエットや全身麻酔での医療脱毛についての動画をどんどんアップしていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。他にもインスタグラムや TikTok、X もやっております。概要欄に全て貼ってありますので、ぜひご覧ください。コメントで質問や動画の感想ぜひお待ちしております。それでは最後まで見てくれてほんまにありがとうございました。